演奏海洋商品へ単調作品94は、カミリー・サンサーアンスによるホルンと還元楽のための競争的作品。サンサーアンス自身によるホルンとピアノのための版も存在し、そちらが演奏される機会も多い。ピアノ版、還元楽伴奏版ともに1887年に作曲され、1893年に出版された。ホルン奏者、 アンリショシエに検定されている。初演は1891年2月7日にサルプレイエールで開かれた国民音楽協会の演奏会においてョシエの独創で行われた。初演のプログラムにはョシエの開発したコルオムニとニークのために書かれた旨が記載されている。作品の規模は大きくないが、その中にホルンの様々な表情が盛り込まれており、 ホルン奏者にとっての重要なレパートリーとして、ロマンスへ、蝶々作品36、補蝶々作品67と同様によく取り上げられる。独奏ホルン、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、トロンボーンに、ティンパに、言語部単一学章で、大きく3部分に分けられる。演奏時間は、約9分。アレグルモデラート、ヘタンチョウ、3、4拍子。 短い助走に続いて、ホルンが決然とした主題を奏し、還元学による感想を挟んで、二つの変装が続く。これらの変装は、含まれる音歌が徐々に細かくなっていくように書かれている。アダージョ、変異蝶々、4、4拍子。第1部から切れ目なく、そうされる、美しいロマンス。アレグロノントロッポ、ヘタンチョエ、蝶々、2、2拍子。 第一部の主題を変装した戦慄から始まり、戦慄的な計画を経て、独創の技巧を十分に発揮して終わる。ありがとうございます。